になりました。Bニュースをお伝えします。昔から人気のある家庭菜園ですが、最近ちょっと変わった光景が見られるようになりました。庭やベランダでは飽き足らず、ついには屋根の上に畑を作る人が増えてきました。日当たりも良く、野菜がよく育つため、最高の畑ができると評判です。マジのミーに聞きました。奇跡って呼んでもいいんじゃないですか？あ、そう。はい。11時のミーニュース。藤原がお伝えしました。